本日はこちらのゲーム、鋼の錬金術師モバイルやっていきます。今日はですね、お知らせの、ラストのスキルですね、立つトゲの不具合の修正についてというのが、以前から来てたんですけど、こちらのね、効果によってですね、ラストの方がかなり強くなったということで、ちょっと取り上げてみようかなと思います。それに伴ってなんですけど、ギルドの方ですね、攻略作戦の方、2周目以降に特殊ルール、新たに、追加されましたよということで、新規ですね、新規の方、金の最大 HP に対する割合固定非ダメージに対して発動者のステータスに依存したダメージの上限を設けるということで、先ほどのね、ラストのスキルの効果が2周目だとちょっと存分に発揮できないっていう感じになってますね、このルールだと。なのでそのギルドボス戦は1周目が結構ねダメージ出せるという感じになってますね。でそのラストなんですけど、自分の方はね、こんな感じですね。今、スタメンで使ってたんですけど、ちょっとスキル見ましょうか。立つトゲですね。範囲内の敵すべてに 70% の、範囲ダメージを与えると。で、使徒を付与するということで、この使徒の方がですね、行動終了時に、最大 HP の 10% の固定ダメージを受けるということで、これがかなり強いということになってますね。例えば、ギルドボス戦だと、例えば10万の HP があったら、1万ですか、1万ダメージを与えれると。で100万の HP があったら、10万のダメージを与えれるっていうことになってますね。ただし、1周目だけと。で、2周目から上限は設けられるみたいな感じなので、ちょっとね、もうちょっとしたら一周目クリアしちゃいそうなので、ちょっと今のうちにね、ちょっと殴っておこうかなと。で、それに伴ってちょっとラストもね、ちょっと見ていきたいなっていう感じですかね。はい。では、こちらのね、メンバーでちょっと挑んでいきましょうか。一応ボス戦なのでね、しっかりダメージも与えていきたいというところで、普通に攻めていくと。このラストの効果を、うまくちょっとね、スキルの効果を利用したいところなんですが。コツがあるの。ちょっとね、スキルを使う前にやられないようにちょっと祈るしかないですね、これ。あと、ここでちょっと引き寄せたりとかしたいので。ちょっとね、スキルを使う場面が、ね、なかなか今見立ててない状況なんですけど、水着のキャラの方は、ウィンディーと崩壊ともに今スタメンで使ってますよとかですね。ここはちょっと配置しておきましょうか。じゃあこの辺で、おっとエンディーがこれがちょっとやばいっすね。いい位置に、今すごくいい位置に敵さんが、ちょっ
そう。これ絶好のチャンスじゃないですか。これ来たんちゃいます？ここです。さあこれですね。はい、立つトゲということで、今からちょっとね使っていきたいと思います。ちょうどね3マスにこれで与えていくと、はい、これでね今一つが敵3体に付与されましたと。でこのエンビー、アレックス、まあ、グラトニーがね行動終了後に最大 HP の 10% のちょっとダメージが入るということで、美しくないですよ。ただもうラストがね、もうちょっと今もう瀕死状態なので、落ち着いて、ここでちょっとちょっと待ってくださいよ。でグラトニーの方が130万ぐらいですかね、 HP が。でアレックスが140万ぐらいですよね。でエンビーが130万ぐらいですか。だから 10% なので、13万ぐらい入るんですかね。最大 HP ですよね。ちょっとじゃあこっから倍速落としましょうか。ラストはもう仕事した。あおっと、ここ今13万のダメージきた。さあここ14万ぐらいは入るはず。あ、はい。すごいですね、すごいダメージ入ってる。これグラトにも13万ぐらい入るはずですよ。これさあここ、おお、入りました。足しっかり修正されてますね。すごいですねこれ。いやー、かなりやばいっすね。さあちょっと倍速戻してと。いやー、これは確かにぶっ壊れと言われるだけはありますね。実際ちょっと体感するまでちょっと何とも言えなかったんですけど、実際使ってみたらやばさがすごいわかりますね。これはギルドボス戦大活躍ですよね、これ本当に。まあ1周目はね、ちょっと2周目はちょっとダメージ条件は、おーっと今もすごい入りましたよね。でグラトニーもここも入ると、そうですよ、2ターン有効ですもんね。いやこれは強いわ。いやこれはぶっ壊れですわ。いやラストは強い。こうなってくるとギルドボス戦のラストやばいっすよ。
いやー本当に、なんか水着キャラがちょっと可愛く見えますもんね。さということで与えたダメージが65万、1回で65万ダメージ与えたという感じになりますね。まあやはりラストちょっとぶっ壊れでしたね。まあ、今回はまあこのね修正のまま、さらに修正ってことはないとは思うんですけどね。その今後ねちょっとラストが人気出てガチャとかもうちょっとピックアップとか来るんですかね。まあそこら辺はちょっとわかんないですけど。まあこんな感じでね、今回はちょっとラストがね、スキル修正入ったということで、ちょっと試し打ちということでちょっと使ってみました。では本日はここまで。それでは皆さんまた。